16時間断食をしてもなかなか痩せないというあなたへ、痩せるポイントをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクに痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ16時間断食をこんなにね、私頑張ってるのになかなか効果が出ないのと悩んでいらっしゃる方というのはですね、実は痩せるポイントを抑えていないからなんですよ。その16時間断食を成功させるポイントというのはやはりあるので、ここをしっかり抑えることであなたは16時間断食を成功させることができて、結果痩せることができるわけです。まずその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。実はこのお話に入る前にこの16時間断食についてご質問を LINE からねよく受けるんですよ最近。なのでこの動画ご準備してるんですけども、中にはもう先生私こんなに16時間断食してるのに全然体重変わらないんですよって、私の何が悪いんでしょうかっていうこうね切実なお悩みをお声いただく方もいますし、逆に先生って私はもうとにかく昔から食事にも気をつけてるし運動だってめちゃくちゃ頑張ってるんですと。でもなんでこんなにここ最近もう全然痩せることができないのかも自分でもわからないんですって、こんなに頑張ってるのになぜでしょうって、私の何が悪いんでしょうっていうね、こういったお悩み受けることがね最近増えてきてるんですよね。なのですごくね分かるんです。だってこんなにね頑張って16時間もお食事しない時間を作っているのにもかかわらず痩せない、ご自分が望むような結果が出ないっていう、その原因をやはりね知る必要がありますし、では原因が分かればその対処法が分かるわけですよね。そこを今回あなたに分かりやすくポイントをまとめてお伝えしていきたいなと思っています。では話を戻します。痩せるポイントです。この3つのポイントがクリアできていますかということです。まず1つ目です。あなたのそもそも腸内環境は整っていますかということですよね。ここがポイントなんですよ。いくらその16時間お食事お休みしたとしても、いろんなそのオートファジの機能が働いたとしても、それが終わった後、もしくはその前ですよね。そういった要は日頃のお食事はどうですかっていうことです。もしあなたが召し上がってるお食事が腸内環境に負担をかけるような、要はデブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちが大好物のものを普段から召し上がってしまったとしたらですね、たとえ16時間断食したところで体質そのものがもうデブ体質に変わってしまってるわけですから、それはね難しいんです。では逆にあなたが本来持っていたその痩せ体質ですよ、その体質を取り戻すことができれば、あなたはその16時間断食をすることでその加速することができるわけですよね。そのためには腸内環境を整えるお食事ができているかいないかでねもう全然変わってきます。この腸内環境を整えるお食事はではどんなものなんですか先生っていうね、あなたにちゃんとこの動画の最後でご準備してますから、ぜひ最後までご覧くださいね。では痩せるポイント2つ目です。生活習慣です。実はねこれも落とし穴なんですよね。もうとにかく皆様痩せるためにはその食べ物にすごくね注意するとか運動に注意するっていう方ね多いんですけれども、そういうことに、例えば先ほどお伝えしましたよね、私はとにかく食事にも気をつけてる、腸内環境を整える食事もメニューも一生懸命頑張ってるし、もうこんなに運動も頑張ってるっていう、そのね頑張り屋さんによくありがちな落とし穴がこの生活習慣なんですよね。生活習慣が悪いだけかもしれないんですよ。だってお食事も運動も頑張ってるんですよ。なのに痩せないって、じゃあ原因どこなのよってね思いませんか？そういった方っていうのは真面目で頑張り屋さんで、とにかくコツコツできちゃう、イコールちょっと頑張りすぎているっていうね傾向があるために、実はその生活習慣の問題が関わっているという方が非常に多く見受けられます。なのでじゃあ具体的にこの生活習慣って何を気をつけたらいいんですかっていうお話もしていきますね。では3つ目です。自律神経です。もう何その難しい言葉ってね、思わないでくださいね。もうそんな聞いただけでももう嫌とかね、思わないでください。これすごく大事なんですよ。自律神経が整っているかいないか、要はバランスがいいか悪いかで太る痩せるがね変わってきてしまうんですよ。ここもすごく大事です。でここもすごくね、根が真面目な方とか、こうお優しい方とか、気が弱い方とか、気にしすぎる方とか、気を使う方とかですね、そういった、こう根が優しい方っていうのがやっぱり影響を受けるんですよね。あなたもいかがですか？いろんなことに気を使ったりして疲れてませんか？そういった方っていうのは太りやすいんですよね。なぜそういった方が太ってしまうのかって、その原因も後ほど項目3番目あたりでお伝えしますのでご覧くださいね。では項目の2つ目に入りましょう。何をということで、今回はベースは16時間断食ダイエットですよね。別名オートファジーダイエットなどとも呼ばれているんですけれども、そのオートファジーというその効果をですね、いかにゲットできるかできないかっていう、そこもかかってるわけですよね。なので何をってお話の前に、そもそもその16時間ダイエットの効果をあなたに詳しくここで掘り下げてお伝えしたいと思います。ここ大事なポイントです。押さえていきましょう。そもそもオートファジーというのは空腹時に働く機能のことです。でこの空腹時といってもたかだか 1,2 時間じゃダメなんですよ。ちゃんと16時間以上を超えてからやっと働き出す体がそもそも持っている機能なんですね。で簡単に言うと体内のリサイクル機能が働くんです。外からタンパク質などのその食事を取らなくても、もともと体に溜まっている不要な古くなった細胞とか老廃物とか、そのタンパク質のいらないものですよね。過剰に取りすぎているそういったタンパク質をこうかき集めて、きちんと新たなタンパク質をそこでリサイクル作ってくれて、新たな細胞が出来上がっちゃうっていうすごい機能なんですよね。これすごくないですか？食べなくったってもともと体内にあった不要のものを新しい細胞、その細胞の材料がねタンパク質ですから、そのタンパク質をかき集めて作っちゃうっていうわけですよ。これすごいですよね。要は16時間以上食べなければその機能が働いて、あなたは食べなくってもどんどん若返りますよっていうことです。で若返れば代謝も上がりますし、燃えやすい体になって痩せますよっていう、簡単に言えばそういうことなんですよね。でこのオートファジーの効果を使ったダイエットが、その今流行りの16時間断食とか、このオートファジー断食って呼ばれるその空腹時間を16時間作るだけで痩せますよっていうダイエット法なわけです。ちょっとここですよね。でただし日中ですね、朝起きてから夜寝るまでの16時間空腹時間作るって苦しいですよね。そうではなくって、皆さんが特に取り組みやすいのはやっぱり睡眠時間を味方につけて、睡眠時間の前後数時間を合わせてトータル16時間食べない時間を時々作ってあげましょうねっていうダイエット法になります。でただそのオートファジーの機能を得るためには16時間以上からなんですけれども、そもそも脂肪を燃焼する効果が見え出すのはだいたい空腹時を作って10時間以上経ってから、やっとあなたの溜め込んできた脂肪を食べないことで外からカロリーが入らないので、あれやばいぞと思って体がじゃあ中に溜め込んだ脂肪を熱量カロリーとして使ってしまおうってやっとなりだすのがだいたい10時間以上経ってからなんですよね。これも OK ですよね。なので16時間経ってなくてもだいたい10時間を超えた頃から脂肪が燃焼しだしますから、あなたも時々お腹が空いてなければ食べなくていいとかね、思うんですよ。私もお腹空いてないと基本食べないです。なぜかというと体の正直な声なんですよね。お腹が空いてもないのに、12時になったら食べなきゃっていうのは太るんですよ。そもそも体が求めてないわけです。なので基本的にはお腹が空いたなと思ったらしばらくグーグーと鳴らしてあげて、それから食べるのが一番いいわけです。それが一番太らない食べ方になります。プラス話を戻しますが、オートファジーの効果を得たいというあなたは16時間以上やっぱり空腹時間を取る必要がある。その結果あなたの古くなった細胞がどんどん生まれ変わって若返るわけですよね。もういろんな機能がアップするわけですから、これを味方につけた方が、せっかく空腹時間を作るようでしたらおすすめですよということになるんです。ではいよいよここから項目2番目の本題に入っていきましょうね。冒頭でお伝えしました痩せるポイントが3つありましたよね。そのうちの1つ目、腸内環境を整えていますかということに対しての答えがこちらです。腸内環境を整える食事をまずしましょうねということですよね。これがとっても大事です。次の項目3番で具体的にお伝えしていきます。で2つ目です。生活習慣とお伝えしましたね。私は食事も運動も頑張ってるのになんでこんなに痩せないんですか先生って、私の何が悪いのっていうね、そういった真面目な方が実はできていないことがあります。それは睡眠です。よくそういった方に私ねカウンセリングする時にお尋ねするんですよね。何時間寝てらっしゃいますかってすると、大抵の方が実は5時間も寝てないですと。私の睡眠時間はもう取れても5時間、もう普通 3,4 時間なんですっておっしゃる方が非常に多いんですよね。なので私はもうとにかくそういった方には寝ましょうって、あなたは寝たらね痩せますってお伝えするんですよね。なぜかというと睡眠時間が足りてないということはもう何をしても痩せることができません。なぜかというと寝ている間に腸が動くんですよ。その腸を動かしていく時間が足りないわけですから太ります。そもそも痩せ体質になることができないからなんですよね。なのでいくら食事を気をつけたところでその取った食事を消化吸収してくれるその腸が元気に動かなければダメです。栄養を吸収できないからですよね。そもそも消化もしてもらえない、栄養も吸収してもらえない、結果ホルモンバランスが崩れて太るわけです。なので痩せたいっていう願いがあればまずは寝ましょうです。簡単です。でも分かります、いろんな事情があってまとめて寝れないという方いらっしゃると思うんですよね。例えば夜勤があるとか、例えばご自宅で年老いたご両親を見てるとかいらっしゃるんですよ。お父さんお母様がですね、夜中に通りに起きるたびにハッて目が覚めて、転ばんやろうかとか、一人で大丈夫やろうかとかね、今何してるんだろうとか、もうとにかく先生私気になって気になって、もう何回も夜中目が覚めるんですっていう方は、横になってる時間は長かったとしても寝てないです。それは寝れてないんですよね。なので良くない、睡眠の質が悪いわけです。また例えばね、小さいお子さんを子育て頑張ってるママさんたちもそうですよね。先生私の左右右左に子供たちが寝てて、もうとにかくもうこんなね狭いって、ママってやっぱ来てくれるわけですよ。ママ好きって寝れない、ママがいないと寝れないって言うから、やっぱりママが間に挟まれて寝て、もう手足がこうバンバンとか飛んでくるわけですよ。私もそうでした。娘の足がバーンとね回し蹴りとか入るわけですよ。もう今ではね一緒にも寝てくれないぐらい、私一人でいいからって言われてね、もう寂しいもんですけれども、やっぱりちっちゃい頃ってママママって言われて、ママって寝てないんですよ。熟睡できてない、なので太るわけですよね。ですから時々、お子様を寝かしつけた後にちょっと一人でハーってこうね布団を引いて寝ちゃうとか、リビングでちょっと工夫されたらいかがですかってアドバイスもさせていただくぐらい、私はとにかく寝てないっていう方はやっぱり太っちゃうので、もうとにかくねやることいっぱいだと思うんですよ。分かります。仕事一生懸命頑張ってね、早く寝なくちゃいけないのは分かってる、分かってるけど、ちょっと横にならせてと思った、そのまま寝てしまって、はっと思ったらね夜中の2時3時で、そこから先生お化粧落としてお風呂入ってたら目が冴えて寝れないんですとかね、もう分かります。でもあなたの目標の体重や体型になるまではもうできる限り工夫してみませんかっていうことですよね。では3つ目です。ストレスケアです。ストレスがある方はね、冒頭のなぜのところでお伝えしましたけれども、自律神経のバランスが乱れてるんですよね。でこの自律神経のバランスが乱れていると、もうそもそも腸がね動いてくれないんですよ。腸という臓器はリラックスしている自律神経、副交感神経と交感神経、これ2つ合わせて自律神経なんですけれども、その交感神経といって、要はスイッチオンですよね。もう常に頑張ってるとか、常に緊張してるとか、常に心配事があるっていう方は、交感神経があまりにも元気すぎてリラックスの副交感神経がね全然元気じゃないんですよね。そういった方っていうのは腸が動かないんです、動いてくれないんですよ。副交感神経が元気な時じゃないと腸って動かない、イコール痩せ体質に遠くなってしまうということなので、そういったあなたはそのストレスケアもできていらっしゃいますかということです。ではいよいよ3つ目の項目です。どのように、もうここが一番大事ですよね。あなたが16時間断食をしても痩せない、なかなか痩せない、なんでだろうとかね、その原因が今までのお話で分かりましたよね。では一体具体的にあなたがこう取り組むこと、何をすればいいのかということを具体的に今からお伝えしていきますね。まず1つ目です。腸内環境を整えるためにはということで4つあります。まず1つ目です。発酵食品を食べましょうです。例えば発酵食品といってもそう難しくね考えなくていいんですよ。納豆とかヨーグルトとかお味噌汁とかぬか漬けとかキムチとか、そういったものを毎食何かしら食べてらっしゃいますかということです。そうすることで発酵食品の中に一番痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がね多く含まれているからですよ。なので普通のお野菜も大事ですけれども、どうせだったら発酵したお漬物、ぬか漬けとかを召し上がった方がより痩せ体質なることができるわけですから、普通のお野菜も召し上がりつつも発酵したものをプラスアルファされると良いです。そして次、食物繊維ですね。この食物繊維が足りてないと太るんですよね。なぜかというと、この食物繊維を取ってあげることで太る原因、血糖値の急上昇を抑えることができるからなんですね。なので例えばこうネバネバ食品ですよね。オクラとか納豆とか里芋とか海藻類とか、ああいったものに食物繊維が多く含まれておりますし、そういったのは水溶性になるんですけれども、不溶性といって、要はモサモサした水に溶けにくい食物繊維っていうのはごぼうとかさつまいもとか、それからモッサモサしたね、もういかにも繊維が入ってますみたいな、そういったのをバランスよくセットに召し上がると丸です。では3つ目、オリゴ糖です。でオリゴ糖も市販でオリゴ糖って売ってますけれども、何もオリゴ糖わざわざ買わなくても大丈夫なんですよ。いろんな食品に入ってます。例えば蜂蜜とか玉ねぎとかですね、いろんなものに入ってますから、オリゴ糖も取ることで痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちの餌になってね、腸内環境を整えることができます。で最後 EPA、DHA ですけれども、やはりお腹の中、腸の中をその環境を整えるためにはオメガ3系のオイルが必要になってくるんですよね。例えばエゴマ油とかアマニ油とか、そういったものです。そういったオイルを取ってあげることで簡単に取ることもできますし、また青魚系にもこのEPA、DHA 入ってますから、そういったものをやっぱり召し上がっていただいても良いと思います。でこれにプラスやっぱりお酢ですね。私別動画でリンゴ酢を使ったレシピもたくさんあなたにご紹介してるんですけれども、そういったリンゴ酢というのは血糖値の急上昇をギュッと抑えてくれたり、脂肪燃焼効果があったりもなどなど、いっぱい痩せ効果ありますから、そう痩せ効果もそうですし、その摂取量、飲む注意点というのも別動画でお伝えしてますから、リンゴ酢のね動画まとめてますので、ぜひそちらもご活用されてみてください。では2つ目です。生活習慣のところですね。先ほどお伝えしました睡眠です。足りてますかということで、5時間6時間の方は太ってしまいます。一番痩せる睡眠時間は何かというと、平均的に言われているのがやっぱり7時間睡眠です。もう最低でも7時間取りましょうということで、これが良いのは16時間断食をする時におすすめはですね、朝ごはんとかお昼ごはんをお休みするのではなくって、晩ご飯をお休みした方が一番効果があります。私もあれこれ試しましたけれども、私の場合はやっぱり夕食をお休みしてあげることで、しっかりとこの睡眠時間を取っちゃうっていうのがねできるんですよね。やっぱり夜遅くまで起きていますと、なかなか睡眠時間取れず、16時間空腹作るって結構難しいんですよね。やっぱ日中食べたりする方は特にそうですよね。なので夕食をお休みして、プラス早くもうねさっさと寝る、もうこれが一番16時間断食を成功させるコツかなと思います。で最後3番目、自律神経でしたよね。でここはね、1番と2番に比べたら一番コントロールしにくいと思うんです。なぜかというと、自律している神経ですから、あなたとは違うところで働いてくれてるわけなんですよね。例えばその内臓を動かしていたりとか、体温調節とかですね、腸もそうです、臓器を動かすとか、そういったのって全部自律神経が働いてるからこそ動いてるわけですよね。なのでこれがご自分でコントロールできちゃうと死んでしまうんですよ。例えばそうだ、もう5分ぐらいに心臓止めようとかなったら、死んじゃいますよね。なのでその自律神経があるからこそ私たちは生きていられるんですけれども、逆にね、だからこそ動かしにくい、自分ではコントロールしようと思ってもなかなか心臓を止めようとかね、腸の動きをちょっと今だけ止めちゃおうとか、腸休ませてあげようとか思いたいんですけどもできないわけです。なのでその腸の働きを休めるっていう意味では16時間断食いいと思うんですけれども、食べないイコール腸休まるわけですからね。ただそういった他の臓器とか体温調節とかね、そういったのが必要な自律神経なんですよ。でもこの自律神経のバランスを整えるってすごくやっぱりね難しいんですよね。だっていかがですか、ストレスをためないようにしよう、ストレスを受けるもんかと思ったって相手があることですから、これはねコントロールできないんですよね。例えばご自分のご両親をコントロールしようとか、もうおじいちゃんおばあちゃんもお願いも絶対夜だけは寝てねとか言ったって寝ないわけですよね。お子様たちにもうママちょっと一人にさせてって、もうママ寝たいからって言ったところで寝れないわけですよ。で職場に行けば嫌な上司がいらっしゃるとかね、いろんなことがある、もう自分ではコントロールできないことがいっぱいある、そんな中でストレスためないでおこうって難しいんですよね。で結局食べてしまうとか、もうだってねこれ食べたら太る分かってる、でもこんなことがあった日ぐらい食べたいよねとかね、ないですか。分かるんです。なのでそのコントロールしようと思う時に一番簡単なのはこちら、朝日を浴びましょうなんですよね。実は朝日を浴びるだけで幸せホルモンと呼ばれるそのセロトニンを作ることができるんですよね。そうすることであなたはあ幸せだな、なんか気持ちがいいな、朗らかだなとか、そういうその心のこの辺りがこうほんわりこうあったかいなって最近感じてますか。すごく大事ですよ。要は癒されないといけないわけですよね。そういった時間が、いろんなねウイルスの関係とかで私たちはね減っている、楽しみの時間が減った、人に会う時間も減った、お出かけする時間も減った、そんな時にですねやっぱり朝日も浴びる機会ってもしかしたら減ってるかもしれないんですよね。なのでいろんなこの幸せホルモンをその作る材料はね、大豆製品とかなのでおすすめしたいんですけれども、食事もこういったところから補いつつ、やはり朝日を浴びてあげることでそのホルモンができますから、その結果あなたは幸せを感じることができる、結果ストレス食いからも解放することができやすくなりますから、まずはそのセロトニンのホルモンを作る意味でもその朝日を浴びていただいて、やけ食いとかねそれぞれをしないようにセーブしていただけたらなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はあなたが16時間断食に頑張っているのにもかかわらず、先生なんでこんなに私は痩せないんですかっていうお悩みにお答えしたくてこの動画ご準備いたしました。思い当たることなかったですか。一つ一つね、あ、なんだって私が太ってた原因は食事じゃなくてストレスだったんだなとか、自律神経のバランスが崩れてたんだなとかね、なんだただ寝ればよかったんだとかね、そんな簡単なことみたいな、是非ね取り組んでみてくださいね。必ずお体が喜んで答えてくれますよ。是非お役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。